はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀昭彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、日蓮召集のクレームに関する検証でございますね。はい、アンチ日蓮召集に寄せられました、日蓮召集に関するクレーム苦情の第10弾になりますね。今回はクレームナンバー175から184を検証してみたいと思います。175からいってみたいと思います。はい、ヒデさんからのメールを拝見して、やはり断固とした態度で日蓮召集を拒否することが大切だと改めて感じました。そしてヒデさんのところに私と同様の相談メールが多く寄せられていることを知り少し驚きました。私は両親を日蓮召集から回収させることは考えていません。信仰は自由ですから。ただしそれは日蓮召集の信仰が家族の誰かを苦しめるものでなければという条件付きです。日蓮召集では家族を苦しめる日蓮召集の信仰や法華経の活動が大事だということですから困りますね。でも私は私です。両親も私の家族ですが、私には他にも家族がいます。これからもきっぱりと日蓮召集を断り続けます。ヒデさんのおっしゃる通り、親の葬儀は日蓮召集の寺ではなく他の選択肢もありますよね。日蓮召集の寺の住職にもその旨を話しました。他の宗教のことも知りたいのですと言うと、住職は自分の納得がいくまですればよろしいといった内容の返事をいただきました。今ではその住職もいつまでもご本尊をいただかないでと眉間にしわを寄せているようなのですと。なので今回の日蓮召集からの勧誘の件も単に釈迦した数字が欲しいだけとしか思えません。余計に不快です。私は他の仏教の宗派の僧侶とメールでお話をすることがあります。こちらの疑問に対していつも静かに答えていただいています。でも日蓮召集はまずご本尊を安置しなさい、それからです。なのですよね。どうしてこうも乱暴なのでしょうと、ということでございます。まあ日蓮召集はもう日蓮召集に入れることしかもう考えてないですね。もうそればっかりなんですよ。それしか言わないですから。はい。もう宗教としてのもう資質をもう完全にもう失ってますよね。はい。はい、続きまして176でございます。アンチ日蓮召集を拝見させていただきました。とても興味深い内容でした。と言いますのは、実は私、自分自身、創価学会員の家庭に生まれ育ち、何年か前に両親は創価学会を辞めて日蓮召集に移籍して、自分自身も法華経員となっていますが、個人的には違和感ありありというか、日蓮召集の信仰姿勢、指導性などに疑問を感じています。いわゆる宗僧戦争、日蓮召集の創価学会 の紛争のことですね、をはじめとした内輪もめでも、お互いがお互いに責任をなすりつけ合ったり、自分の宗派だけは正しくて他の宗教は認めないといったような独善的な教義など、個人的には日蓮召集はとても嫌です。できることならやめたいです。いっそ所属の日蓮召集寺院に離檀届を出そうかと思っています。まあそれをすると、両親との仲は悪くなること必死でしょうけど、できることなら日蓮召集を辞めて普通の人となって普通に寺社巡りやキリスト教の教会を訪ねたりしてみたいです。機会があれば四国霊場88箇所巡りとかもしてみたいですね、ということでございます。はい、続きまして177でございます。私は今日蓮召集の信徒である会社の上司からの執拗な日蓮召集への勧誘に困っています。私は日蓮召集の新人をするつもりは全くありません。宗教に関しても否定も肯定もしませんが、宗教とは来るものを拒まず去るものを追わずだと思うのです。嫌がる人を執拗に入信勧誘するのが
果たして真の宗教なのかと私は疑問に思います。初詣で神社に行くのは立派な社会的慣習になっています。しかし神道は勧誘じみたことはありません。必要な勧誘など全くしていなくても、むしろ大多数の人に受け入れられています。これが宗教のあり方ではないかと思うのです。今回会社の上司からの必要な日蓮召集への勧誘からの恐怖を回避する方法がありましたらアドバイスいただきたいですと、はい、いうことでございまして、まあ、この方のおっしゃる通りでございますね。はい、でまあどうやったらその回避できるかというのはもう断る、もう 100% 断る、入りませんっていうね、もう 100% 断るっていう、そのベシッとこう言わないとダメなんですよ。ちょっとでもね、なんかあやふやな態度を見せるとそこつけ込んできますからね。はい、もうね、周り中の人がもうバシッと断ってますからね、そういうところの人はなんかちょっとこれ脈があるなと思ったらね、そこはダーッと来るんですよ。はい、だからもう断ると、はい、そうすると来なくなっちゃうんですね。はい、でそこが大きなポイントでございます。はい、続きまして178でございます。やっぱり日蓮召集ってやばい宗教ですね。さすがは創価学会や検証会の生みの親です。さっき法華経信徒と討論しました。やっぱり日蓮召集とは日蓮原理主義ですね。日蓮宗のように柔らかくないというか、他者を受け入れないというか、ヒデさんにはアンチ日蓮召集をもっと盛り上げてもらって、日蓮召集のひどい実態を日蓮召集系の他の人にも伝えてもらえればと思います。安倍日憲なんて池田大作と同類校ですね、ということでございますね。もうそれ取りでございます。はい、はい、続きまして、179でございます。日蓮召集から脱退するにはどうしたらいいのでしょうか。私は元彼に知らない間に日蓮召集への入信書類を書かされ、日蓮召集寺院の名簿に私の名前が載っているらしいのです。今現在日蓮召集から脱退するように話をしているのですが、日蓮召集の信徒の人たちとは全くもって普通の話ができません。それで他に日蓮召集から脱退できる方法はないかと思いましたと。はい、この答えは動画101に載っております。はい、日蓮召集館長代表役員宛てに、日蓮召集を辞めると離脱するという配達証明付き内容証明を送れば日蓮召集から脱退できます。はい、公的に脱退が成立します。はい、いうことでございます。はい、続きまして180でございます。旦那の家系が日蓮召集なのです。この間旦那の実家に帰省した時に息子のお宮参りのようなことをやりたいと義母が言い出し、旦那と一緒に行けば気が済むだろうと言われたため渋々ながら行きました。その時に日蓮召集の寺院で名簿のようなものに名前を書かされました。自分と息子が勝手に日蓮召集に入信させられていないか不安です。今思えば名前なんて書かなければよかったし、お宮参りだったら普通に神社でやったのだから日蓮召集の寺には行かなければよかったと後悔しています。もともと旦那には私は日蓮召集には入信しないし、息子も自分の意思で日蓮召集に入りたいというまで入らせないと言ってあります。しかし義母は広島に住んでいるため広島の日蓮召集の寺で勝手に入信させられているのではと不安です。入信になっていないと良いのですが、ということですけども、まあこれ問い合わせした方がいいと思いますね。はい、それで、勝手に入信をさせられていたというんであれば、先ほど申しましたように動画101に載せてありますように、日蓮召集館長宛にですね、配達証明付き内容証明の脱退届を提出することで脱退が成立いたします。はい、続きまして181でございます。先月日蓮召集に入信したのですが、日蓮召集の信者さんの話を聞いていくうちに何か違うぞと疑問に思い始めました。日蓮召集を辞めると悪いことが起きるだの、
日蓮宗師に入っていないお母さんに悪い影響が出るだの、これって悪徳霊感商法の言ってることと同じですよね。さらに日蓮宗師の信者は日蓮宗師の本尊を家に置けとしつこく電話してきて、とてもうざいです。なかなかすぐには日蓮宗師をやめられないのですが、アンチ日蓮宗師を見て日蓮宗師をやめる勇気を湧いてきました。ありがとうございますと。はい、ありがとうございます。はい、続きまして182でございます。私はすごく悩んでいます。実は私は自分で納得がしないまま日蓮宗師の妙観光というところに入ってしまいました。このことで本当に悩んで夜も眠れません。昨年に妙観光に入ってしまったのですが、日蓮宗師を妙観光でやめたいと総会社に言ってもダメだと言われました。どうして日蓮宗師妙観光をやめたいのにやめさせてくれないのでしょうか。はい、この場合もですね、動画101にありますように、もう日蓮宗師館長宛てにですね、内容証明、配達証明付き内容証明の脱退届を送れば法的に、脱退が成立いたします。はい、ということでございますね。はい、続きまして183でございます。私には交際して約1年の恋人がいるのですが、その人が日蓮宗師の信者であると知りました。恋人が日蓮宗師の信者と分かったきっかけは、この4月転勤の際の荷物の整理引っ越しで判明しました。それ以前にも時折妙に話の筋が通らないというか、おかしなことを言うことが時折あり、なんだかおかしいなと感じていて、それがきっかけである日口論になりました。恋人からはその時に、名前は言えないけど宗教をやっていると言われました。宗教と言われたので、テレビでたまに見かけるような怪しげな宗教団体かと思って聞いてみたところ、700年以上も続く仏教、お金は全くかからない、お金を出そうとしてもいらないと言われるとかこんなこと言ってんだね、これお金は全くかからない、お金を出そうとしてもいらないと言われるとかってこんなことに日蓮宗師が言ってるらしいですよね。はい、と言って、というふうに日蓮宗師が言っていて、私自身も宗教だとかには全く興味がないというか、いわゆるよくいるクリスマスもやると、お正月には寺や神社の初詣に行く日本人のタイプだと思い、その時はあまり深く気を止めませんでした。しかし転勤が決まり、結婚等の話が出たりする中、彼の信仰している宗教とやらのせいで話がなかなか進まず、最後の方は離れ離れになる寂しさや、いつものような筋の通らない話ばかりで、私もイライラして喧嘩しているような状態になってしまいました。そんな中で転勤の日になり、お互いが遠距離になってしまい、先日も宗教のことで言い合いになり、現在は喧嘩状態で連絡は中断中になっています。現在分かっていることは、恋人は日蓮宗師法華経の信者です。先日の日蓮宗師の決起大会にも参加したようです。彼曰く750年も続く仏教だそうですが、比較的現実的な性格の私から見ると、この宗教団体は単なるカルト宗教で、マルチ商法に近いやり方で信者をマインドコントロールしているだけにしか見えません。はい、おっしゃる通りでございます、しかし恋人は大学卒業後、20代前半にとても信頼していた人にひどい裏切りをされた、女性への不信感、過去に人格を否定されたようなひどいことを言われたようです。自分が悪いのではないかとも思いますが、若い頃だったのでそれは別として、異性に対して絶対的な不信感を持つようになったみたいです。日蓮宗師には人間には非常にひどい縁があると徹底的に植え付けられているようです。家族に、現在の医学では治らない病人がいる、それは事故がきっかけで、そのせいで家業ができなくなった、ちなみにその事故現場に彼本人もいたというような理由から、うまい具合に日蓮宗師の信者に着服され、現在に至っているようです。おそらく10年以上の長い間日蓮宗師に参加しているようです。しかしながら、私との交際をきっかけに一時は日蓮宗師から脱退しようと真剣に考えていたそうです。
でも日蓮宗祖を辞めるのが怖いとも言っていました。そのことで非常に悩んでいましたが、私は彼がカルト教団に操られているという事情を全く知らなかったので、恋人の曖昧で時としてヒステリックになる態度に収束感を募らせて、最後の方は喧嘩状態になり、転勤で思うようにも会うこともできなくなりましたので保留状態になっていますと。現在いろいろなマインドコントロールや宗教関係についての本を読んでは少しずつ勉強していますが、そうこうしている間に恋人の心がどんどん日蓮宗宗の信仰にはまっているのではないかと考えると恐ろしいです。何度も悩んだ上で現在のところカルト教団日蓮宗宗にとどまっているわけですから、高い確率で私のところに帰ってくるのは難しいと思います。正直なところそんなややこしい問題からさっさと切り上げた方がいいと何人かの人に言われて、確かにその通りかもしれないと思います。しかし私は恋人のことを今もとても大事に思っています。人間の誠実な心や温かい愛情のやっとたどり着けそうになった青年、日蓮宗宗をやめようと迷っている人の弱みにつけ込み、カルト教団日蓮宗宗の勢力拡大のためだけに無理やりに間違った思想を植え付け搾取しようとすることが許せません。この日蓮宗宗という宗教のせいで私も大いに傷つき、二人の関係が修復するのが難しいとも感じていますが、日蓮宗宗が間違っていることは間違っていると恋人に伝えなければならないと思っています。近いうちに恋人に手紙を書こうと思っています。メールではなく手書きの手紙にしようと思っています。しかしどうやってこの日蓮宗宗というカルト教団が間違っているのかと伝えようか悩んでいます。マインドコントロールについては少し文献を参考に しながら取り入れようと思っていますが、日蓮宗宗についてはどのように具体的に批判しようかと悩んでいます。日蓮宗宗の信者は世間の日蓮宗宗関連の批判は単なる創価学会からの批判としか思っていないようで、ものすごく立ちが悪いです。そこでアンチ日蓮宗宗の情報もお借りしようかと思っています。何か具体的なアドバイスがありますでしょうかと。はい、ということでございますね。まずですね、この日蓮宗宗を批判するポイントはですね、その他の新宗教系のカルト宗教から脱却とはちょっと違うんですよね。これは前の動画でも何度も言っております。どこが違うかというと、その洗脳の方式構図が違うんですよ。その他の新宗教系のカルト宗教というのは教祖がそのなんか超能力みたいなのをやってそれで洗脳していくっていうパターンなんですけども、日蓮宗宗系は驚愕で脅かしてるんですよね。はい、でその驚愕を論破するという作業が必要なんですよ。でそれをその仏教神学研究会のブログとかアンチ日蓮宗宗とか、あるいはこの仏教神学研究会の公式の YouTube チャンネルでもやっているわけなんですよね。はい、その論破する、その驚愕を論破する、その打地獄とかね、それは間違ってますよと、あるいはその怪談の大本尊に日蓮本仏義唯一一輪の結脈創造というのはもう偽作だと、大石寺救世の日曜の偽作だということですね。そこが大きなポイントで、ここをバシッとこうね、論破するということがとも大事であるということでございます。はい、続きまして184でございます。彼が日蓮宗宗の信者です。彼のカルト信者としての状況としては、大学卒業後の20代前半に日蓮宗宗に入信し、現在は30代半ばで10年以上を日蓮宗宗の信者です。母親も日蓮宗宗の信者で、自分で1年以上かけて借欲した父親は不明、兄弟姉妹はなしと、供養金は日蓮宗宗にはつぎ込んでいない。日蓮宗宗の決起大会には一度だけ参加したが、それ以外の行事は不参加。創価学会から以前に拉致監禁された人物に釈服された、その悪徳おっさんを信頼している。日蓮宗宗にぜひとどまってほしいとかなり強く説得されている。何人かの日蓮宗宗信者が家に来て彼を説得しているのを見た。もう彼は諦めるしかないのかなと思っています。なんだか日蓮宗宗に関わったら危ないんじゃないかという恐怖感も今は生まれてきています。もちろんこれは
完全な泣き寝入りとなってしまいますので腹も立つし、一生忘れられないような心の痛みも残りました。正直どうしていいのか分かりません。混乱しています。彼がふと漏らした言葉で、悲しいことがありすぎてと言っていたのを思い出します。もともと彼は打たれ弱い人だったのとも思いますが、この辺の弱さにつけ込まれて、日蓮宗宗にマインドコントロールをかけられてしまったようです。それを考えると、私は自分のもとには 99% 以上の確率で帰っては来ないだろうと覚悟はしつつ、やはり言うだけのことは言ってあげないといけないとも思っていますということですね。はい、やはりその日蓮宗宗は間違ってますよということはですね、やはり言ってあげた方がいいと思いますよね。はい、はい、ということで今回はアンチ日蓮宗宗に寄せられました日蓮宗宗に関するクレーム苦情、そしてこのご相談を検証してまいった次第でございます。はい、ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。